神山です。ハミンです。若手 TV です。今回は神戸三宮に来てます。はい、神戸三宮でやる企画、はい、学歴じゃんけんです。この三宮の街の中から高学歴な人を探してどっちの方が偏差値が高いかを競うという企画ですね。はい、ビオさんどうですか、自信のほどは。完全にアウェーなんですけど、はい、しっかり学歴を見るヒントは養ってるんで、しっかり勝っていきたいと思います。なるほど、ここは地元ですから、僕からしたら庭みたいなもんなん で、はい、そうです。圧勝をね、皆さんにお届けしたいなと思ってるんで、やってみろ、やりましょうじゃないですか。負けた方のこのパーカーを皆さんに自腹で新品をね、プレゼントしたいなと思うんで、負けられないよこれは。皆さんチャンネル登録お願いします。高評価と概要欄から SNS のフォローもお願いします。それでは神戸の街で学歴じゃんけん。わかって TV。 自転車乗ってるやつが声かけてくれて見てくださってるんですか、わかって TV。 いや、最近はまあたまにしか見てないですけど、はい、去年はもう全部見てました。へぇ、いや、お姉さんサラリーマンですよね。そう言われるんですけど、はい、1回っすよ。1回っすよ。いや、これで、ね、勝負ポイントよ。神戸はよく来るんですか。微妙っすね。微妙。あ、そうなるほど。で、僕ね、パッと見、はい、自転車乗ってるでしょ、はい、これつまり山の上の大学なんじゃないかなと。神戸大学、実は坂めっちゃきついんすよ、はいはい、じゃあ当然本格的な自転車が必要、はい、神戸大かなと思ったんやけれども、神戸にあんま来てないと、はい、じゃあ神戸大じゃないですね。そうですね。どうして今日神戸に。アルミの方はリンピア、はいはい、あのね、アウトレットがあるんですよ、はい、この感じで大学1年生は苦労してますよ、これは。なるほど、苦労してる。国立っぽいんだけどな。顔は国立よ、ね、それ褒めてないですよ。趣味は何ですか。サイクリング。サイクリングとか。なるほど。サークル入ってますか。旅行ですね。旅行、旅行サークル。自分の香りがする。ええ、全然国公立京大でもありましたよ。マジで。お兄さん分かって、いつから見てますか。2年生の2月ぐらい。どうですか、今日会ってみて。実際、いやー、やっぱ大きいですね。会って3分ぐらいで聞くなや。俺の印象、見た目ばっかなるやろ。人は見た目が9割というわけで、あー、どうしよう、ソロでいいのこれ。いいよ、全然。本当に全然いいよ。俺は信じていい。まあまあまあ、みんないいよな、いけるよな、この人いけるよな、いきます、勝負します。こういった。いや、予想は。予想は半大。僕ね、感覚やと思うねんな。嘘。お兄さんの最終学歴、大学学部教えてください。すいません、同志社です。あー、学部は。そっちか。法学部です。おー、よし、悪くないんじゃないか、これは。同志社法学部って京都の今出川キャンパスでしょ。よー、これたな。いや、違う。いや、家はずっと大阪で通ってます。なるほどね、そういうこと。早速行ってもうたけど。おー、早かったね。まあまあ、同志社法学部、まあ、60いいでしょ、まあまあ。いや、高いね、同志社。まあ、私立最高だから、国公立見つけないと勝てんね。オッケー、任せろ、大丈夫、行けるわ。繁華街の方来ました、はい、で、ビーヤマにね、ちょっとね、うん、神戸のね、しといた方がいいおすすめスポット教えるわ。生田神社というね、三宮にある神社なんですよ。ビーヤマさん、はい、ここで神戸クエスチョン。はい、この生田神社で結婚式を挙げた芸能人夫婦、はい、芸能人夫婦、はい、学はありますか。学は、あんまないですね。わかった。はい、正解をどうぞ。生田絵梨香。違うわ、結婚してねえわ。結婚したら泣くわ。正解は。正解は、はい、陣内と藤原紀香でした。あ、マジで。それは有名ですね、はい、有名でしょ。で、両方関西、兵庫県かな。あ、そうなんだ。へえ。皆さん、神社なんで、うん、恋愛のお祈りとかしといた方がいいかなと思うんですけど。あ、本当に。まあ、ちょっとね、ちょっと祈ってくださいよ、美和さん。この人、明治学院と付き合いますよね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 、明治学院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 。ただここ、陣内別れたんで。おいおい、お前、早く言えよ、先に。あの、浮気してくれるパターンです。おい、やめろ。お姉さんたちは、出身はどちらですか。愛知です。愛知で、で、みんなで旅行できたみたいな。なるほど。なんか愛知感ありますね。なぜ神戸を選んだんですか。ハーバーランド。あー、はい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 、メリケンパークとかの、え、で、どういうことですか。写真撮りたい。なるほど。映える写真を撮りに神戸に来たってことですね。あー、じゃあインスタ結構好きなんですね。更新しがちと見がちというか。インスタグラマー低学歴説あるんで、これはもうスルーしたいと思います。待てよお前、俺インスタグラマーだから。いやいやいや、一番痛いよな。おい、やめろお前本当に。じゃあお姉さんたちの最終学歴教えてください。お姉さんは高校3年生。あ、高卒。お姉さんは名城大学。おお、ちょい賢い。まあまあ高い。ちょい賢い大学ですね。名古屋女子。あ、名古屋女子。はい、まあまあ大学。まあまあ大学。はい、名城が一番賢い。名城が賢いですね。理系ですか。理系です。
です。あ、すごい。うわ、すげえ。名古屋で言うと4番、5番目ぐらいに賢いですよ。神戸牛食べたことある？いや、ない。神戸といえば神戸牛やんか。行こうぜ、せっかくやから。ここで、おお。うん、いただきます。肉の到来、合格決定。肉の到来、すごいね、これね。肉の王様やわ。肉の王様だね。うん、じゃあいただきたいと思います、うん、優勝、やっぱ神戸牛優勝ですわもう。、うん、ちょっと欠けてや、なんか、うん、お店の雰囲気がね、おごそかな雰囲気が分かるけど、うん、そう、下手なこと言えない。下手なこと言えないですよ、こんなのは。じゃあいいっすか。はい、わさびつけて、はい、いただきます。センター試験肉満点。いや、科目あるか、そんな。科目あるか。いや、そのレベルですよね。そうだよね。じゃあ僕も、昔向川女子の彼女と六甲山から見下ろした時の夜景と同じぐらい素晴らしい。そんな安い女と一緒にせんといてや。やめろお前。若手ディリーは知ってますか？知ってます。なんで知ってんの？うん、親が見てる。親が見てる。親がね、やっぱ学歴中です ね、 ね、教育熱心。結構家庭は厳しいですか？母は厳しい、はい、なるほど。門限何時でした、子供の頃？決まってなかった。あ、門限なし、はい、じゃあ低学歴です。いやいや、おい、早いわお前、本当に。いや、もうちょっとちゃんと聞きましょう。わかった。子供の頃好きやったテレビ番組ありますか？ないです。いや、教えてや、なんかいくらいあるやろ。テレビ見ない感じやろ。あらら、記憶力がない。これ低学歴です、ね、大学のちょっとした自慢を教えてもらっていいですか？確かにいいね。今通ってる大学もプチ自慢、本当に些細な自慢でいいです。推薦が、はい、多い。もう嫌です。もうスルーします。嫌です、そんな大学嫌です。まあリアルに予想すると、はい、関西学院ですね、はい、行きたいと思います、はい、お姉さんの最終学歴、大学学部教えてください。関西学院大学の人間福祉学部、はい、おー、当たりましたね。人間福祉は漢学で一番簡単です。指定校推薦大学です。指定校推薦大学。いいね、いいね。若手TV視聴者がね、今、はい、3時のね、声を送ってるよ。確かにね、いいねが近づいたね。なるほど、はい、お姉さんは、指定校推薦。しっかりね。しっかり。もう髪の色が指定校だもんね。髪の色が指定校、名言出ました、はい、神戸になる今日お兄さんいるんですか？いや、もう病院行った帰りで。病院行った帰り、なるほど、はい、病院はどちらですか？ポートアイランド。あ、ポートアイランド。ポートアイランドって人口の島があるんですけど、はいはいはい、病院だらけなんですよ。そのポートアイランドで病院行くということはある程度ね、はい、学があるわけですよ。なるほど。市民病院とかじゃない。ちょっとあるよこれね、結構いけると思う。高学歴ガオやもん。いや、やばい、下手するとちょっと医学部っぽいよね。なんか医学部の匂いしますよ。今なんか学校で部活やってますか？部活はやってないですね。あ、サークルとか。サークルやってます。何やられてますか？あの、模擬国連っていう。模擬国連、いや、来た来た来た。京都大学にも模擬国連ありました。分からんけど、僕の想像よ、その国になりきるんでしょ。その国になりきって食料問題とか砂漠化とかエネルギー問題とかアメリカのやり方とかそういうの話すわけでしょ、めちゃめちゃ頭いるんですよ。国の知識、政治、外交、社会事情、全部の総合的な知識を問われるのが模擬国連。間違いなくカンカン同率ぐらいのレベルじゃできないです。法律以上じゃないとできない。京都大学にもあったんですよ、模擬国連。 100% 高学歴です。勝ちました。完全に勝利を確信した。神戸大以上確定。なんなら京大阪大もありえる。行きたいと思います。勝負します。行けた。お兄さんの今通ってる大学学部教えてください。行けた。お兄さんの、はい、今通ってる大学学部教えてください。神戸大学国際文化学部。おお、神戸大の国際文化、はい、しゃー、大勝利。
神戸大学国際人間科学部偏差値 62.5、 国立なんでプラス5して 67.5 というわけで高田文の勝利や。うっしゃー、神戸で負けたら関西に顔向けられへん。めちゃめちゃうるさい。はい、というわけで、神戸三宮で学歴じゃんけんやってきました。はい、ビヤマが選んだのは、ビヤマが選んだのは同志社大学工学部偏差値65。はい、で高田風美が選んだのは神戸大学国際人間科学部偏差値 67.5。 というわけで高田風美勝ちました。圧倒的勝利。ビヤマからはこのパーカーを、視聴者の方にプレゼントしてくださいね。見た、面白いコメント書いてくれよ。ちゃんと自腹やで。いやー、やっぱ負けちまったな、上で。はい、もうまだまだです。いや、見抜く目あるのはやっぱ、ね、ちゃうから、この目がね。関東戻ったら俺が買ってやるからな、本当に覚えとけよお前。チャンネル登録と高評価、概要欄から SNS のフォローもお願いします。じゃあ今日これね、うおーい。